皆さんこんにちは。甲子園総合会計事務所代表下園です。今回は創業融資基礎講座もう第6回目、最終回になりました。で、全体像から見てもらうと、第6項金融機関の対応というところで、お金の話とか事業の話とか、ここは関係ないんですけれども、で私の体験談だけで言うと、ここの金融機関への対応っていうのは、しっかり書いてある本っていうのが、あまりなかったりもします。どちらかというと事業計画を作成しましょうとか、もうちょっと前のターゲットがどうとか、営業方法はどうとか、そういう本はたくさんありますが、最後の最後はこの金融機関への対応どうしますっていう話はあまり書かれてなかったりするので、気になる人はちゃんと見ていただければなと思います。で、今回金融機関の対応というところで話したいのはこの3点です。スケジュールの話と提出資料の話、そして面談の話、この3つです。で、ここまで来たら、あとはやるだけというか、そういうところになってきます。で、スケジュールの話ですけれども、これ第1項でも出てきたんですけれども、申し込みから、実行、今回はここからここまでの話です。で、準備っていうのはもう終わってるっていう前提で話します。で、ここまで来てスケジュールの話をしてるんですけれども、それでもやっぱり注意が必要な時があります。それは何かというと、融資を申し込んだらすぐ受けられるって思ってる人やっぱりいるんですよね。早く早くって思ってる人、それでもやっぱり1ヶ月はかかります。なので、どういう問題が起きるかというと、例えば店舗型の人だったりなんかすると、1月に融資が下りるよって自分では思ってたけれども、ちゃんとやれば2月中旬でしたっていう話ってあると思うんですよ。そうしたら支払いの問題とか出てきますよね。なので、自分目線じゃなくて、ちゃんと金融機関目線でこのぐらいかかるっていうのを見積もってから、そこから逆算して全ての行動をしてもらいたいなと思います。ちょっとここは短いんですけれども、スケジュールについては以上です。続いては提出資料の話です。で、提出資料を求められますが、その前提として、こう疑問があれば金融機関の担当者に絶対聞いてください。どういうことかというと、金融機関の方はこういう資料をくださいっていうののリストを送っていきますが、それが該当しない場合とかってあるんですよね。それとか、そのこっちの能力が低くて何を言ってるかわからないっていうことってあると思うんですよね。で、その時はこういう資料ってないんですけれどもとか、これはどこで入手できますかとか、ネットで調べてもいいと思うんですけれども、どういうふうにすべきですかとかっていうのを、ちゃんと金融機関の方に聞く、これが重要です。はい。今から創業融資に必要な書面をいくつかピックアップして出しますけれども、最低限必要なものを列挙します。で、どういうふうにやればいいかっていうと、もう事業計画とかその準備段階でもうこういうのがあるんだったら、あらかた用意しておくっていうのがベストです。これなぜかというと、先ほどスケジュールのところで申し込みから面談まで、最短で1週間ぐらい、その場合例えば月曜日に申し込んだら次の週の月曜なんですが、必要書類というのは書面で届いたりします。なので、金融機関の人が月曜日に申し込まれて、火曜日に郵送で何か送付したとしたら、お手元に届くのって水曜日とか木曜日とかですよね。そこから用意してたんじゃ基本間に合わないんですよね、1週間に。
なのでこれ前もってある程度調べておいて、もう揃えておくという姿勢が重要になります。で、必要な資料とりあえず10個あるので、まずパート1というところで、こういうやつです。で、この辺はネットとかも見てもらえれば十分わかると思うんですけれども、そうですね、説明したいなと思うのは、通帳のコピーですね。通帳、実物でもを持ってきてくださいと言われることもあります。あとは、自分にこう借入金があったりなんかすると、それの予定表なんかも必要になりますので、もし、オートローンとか組んでて、その返済予定表どこかわからないみたいな人がいれば、ちゃんとそれは用意しておいてください。で、ここでは、6番と10番ですね。で、6番についてはあの店舗をするときに、もう絶対ここでやります、契約しないといけないですかっていう質問があるんですけど、それはいりません。とりあえず仮押さえ、仮契約だけで十分です。特に飲食業についてはその場所が重要なので、どこでやるかっていうのは審査の判断に大きく影響します。なので、まだ借りてませんっていう状態では望めないと思ってください。一方で借りてしまうとお金がないので、なので借り契約っていう段階で申し込んでください。あと10番なんですが、投資や保険なんかなんですけれども、これはまずは積み立て型の保険とか有価証券とか、株式とかですけれども、まず持っているかどうかっていうところですね。で、持っていて、で、自己資金にこう参入できそうなものは、ちゃんと見せるというところが必要になります。先ほども言ったように、この1から10番についてはもうある程度計画段階から準備しといたらいいと思うんですよね。そうしないと面談に間に合わないので気をつけてください。次は面談のことをお話ししようと思います。金融機関に申し込みをすると、最後に面談があります。で、皆さんができる最後の活動が面談です。で、面談で行われることっていうのはこの2個しかないです。提出資料の確認、先ほど言った提出資料を銀行が確認します。それと質問です。で、質問っていうのは基本的には創業計画書や事業計画書に書かれている内容をベースに行います。ここで、事業計画を作る意味があるとも言えます。創業計画だとどうしても記載が不十分になるので、いろんな質問があります。それに答えるので結構難しいです。そういうところをもうすでに事業計画で潰しておく、事業計画でも説明しておく、そうすることがちょっと時間かかるようですけれども、商業計画の近道だったりもします。で、全体で1時間程度です。なので質問は僕の経験で言うと20分から30分程度かなと思います。長い人もいるみたいですけれども、大体こんなもんです。1時間から1時間半質問だも1時間長くてもそのぐらいかなと思います。で、面談でこれだけは必要なんです。これ何かというと、質問の答えの準備、これだけです。で、私融資受けたことがないから質問なんかわからないよっていう方いると思いますし、僕も実際創業融資を受けた時に何質問されるのかなっていうのがすごい不安でした。ネットとかで出てたりもしますけれども、確かに合ってるなと思うやつもあれば、どうかなって思うやつもあります。で、私の経験則から言って、5つぐらいちゃんと答えれるようにしとけばいいのかなと思います。で、聞かれる質問ベスト5というふうに題して、とりあえず5つご説明します。で、1個、なぜ事業を始めるのですかと
いうやつです。これ絶対聞かれます。であなたの思いを伝えてください。でポイントは長く喋りすぎないっていうことです。質問少なくとも、まあ、5個以上は質問多分されると思うんですよね。で、まあ、思いなんてこれいくらでも喋れる人いると思うんで、まあ、そういうバランスの悪いようなことはしないでください。でもう一つ、絶対聞かれます。どのような経歴をお持ちですかっていう話です。でこれは、まあ、ただ単に経歴を説明するのでそれだけじゃなくて、例えばこういう経歴が今からの事業に生かすことができますみたいなのを説明していただけると、まあ、ベストかなと思います。で、まあ、強みありますか。個人事業の人ってなかなか強みないんですけれども、まあ、とりあえず差別化のことを言ってください。ここ僕の事業はここと違いますよっていう話をちゃんと説明できればそれだけで十分かなと。で自己資金ってどうやって貯めましたか、通帳見てくださいっていう話なんですが、通帳を見てもちょっと分かんないところって出てくるんですよね。僕がまあ実際にあった例はなんかブランド品を売りましたみたいな、この入金何ですかって言って40万ぐらい入金があって、いやブランド品売ったんですけどみたいな。でその人結構まあ準備が良くて、それの明細も用意してますよみたいなことを覚えて、あ、まあ、事なきを得たんですけれども、まあ、そういうことを聞かれたりもするので、もしなんか通帳を見てこう異常なもの、異常というか、まあ、通常ないよなみたいなものがある人がいれば、まあ、資料なんかも用意できればと思います。で事業の将来性、まあ、これ将来性はというふうにこうドンピシャで聞かれるかわからないですけれども、とりあえず右肩上がりでなくても大丈夫。どういうことかというと、まあ、最近流行っている、まあ、IT を使った何らかとかとか IoT がどうだとか、あとバイオベンチャーがどうとか、そういうその今から来る iPS 細胞がどうとか、まあ、今から絶対来るよなっていう事業じゃなくても大丈夫です。逆に今から来るよなっていう事業は、まあ、銀行苦手としています。なので、まあ、とりあえずラーメン屋さんとかだったら、まあ、すぐにはなくならないよねって、今令和2年ですけれども、まあ、令和3年になくなっちゃうっていうものじゃないですよねと。ただポケベルとかだったらもう終了しているので何やっても絶対無理ですよねっていう、そういうような感じですね。なのでこれから事業、これからの私の事業の、まあ、業界はこういうふうに推移していきます。例えば僕大阪出身なんで、大阪の建設業っていうのはこういうふうに推移して、その中でも、まあ、戸建てのリフォームの、まあ、この地域っていうのはこういう状況にあるから大丈夫ですみたいなものを説明できればそれで十分ですと。で面接後何すればいいんですかっていう話たまに聞かれますが、まあ待つだけしか何もやることないですね。はい、まあ、何もできない。ただ金融機関からこういう資料ありませんかとか追加で質問が来たりしますね。例えば免許、特定の事業を行うのに免許が必要だったりだとか許可が必要だったりすると、まあ、許可持ってますかとか、そういうのをその説明、質問面談の時に聞き忘れるとか、あとは番号とかを聞かれたりだとか、まあ、そういうことがありえますので、なので、まあ、金融機関から言うてくることについては真摯に対応していただければと思います。でここで、まあ私の講座は最後になります。で、まあ、最後に、皆さんにお伝えしたいなっていうことがあります。まあ、これ最初にお伝えしてもいいんですけれども、まあ、最後にお伝えしたいなと思うことが1個あって、で創業融資、まあ、お金を借りることなんですけれども、まあ、誰のために何のために借りるのかっていうのを皆さん考えたことがあるのかなっていうふうに思います。で僕自身の話だけで言うと、その創業融資受けた時は、まあ、自分のためにとか、その事業を始めるために、確かに借りました。でもまあそれで実際創業融資受けてみて、でまあ
数ヶ月経ったところで、まあ、改めて意味を考えた時にきっとこれ未来のお客様のために借りるんじゃないかなっていうふうに、まあ、考え方が変化しました。なので皆さんは、まあ、最初からこの気持ちで臨んでもらいたいなっていうふうに思います。開業間もない頃っていうのが、まあ、一番こう廃業しやすい。そういう時に、まあ、廃業してしまうと未来のお客様に迷惑をかけると思うんですよね。なのでもしお金を借りることを躊躇している人がいるのであれば、必要じゃなければ借りなくてもいいと思うんですけれども、もしお金が必要なんだったら未来のお客様のために借りるっていうことを一度ご検討いただければなというふうに思います。長かった講座全部聞いていただいた人もいると思います。とてもありがたいなというふうに感じています。一人でも多くの人がスムーズに起業ができればなというふうな思いでいっぱいです。まあ、もし何かこう疑問とかがあればメール等で送っていただければなるだけ対応させていただこうかなと思います。大阪にいる人だったら、まあセミナー来てもらえればラッキーだなっていうふうに思っています。まあ、それでは皆さん、またお会いできる日を楽しみにしています。さようなら。